はい、皆さんこんにちは。はい、Z 界、センター予想問題ですねの、小説の解説をこれから始めていきたいと思います。はい、それではですね、皆さんね、もうね問題は解いて、丸付けまで終わってる方が多いんではないかなと思います。でそれではですね、それぞれの設問のポイントですね、をね、見ていきながら、解説を進めていきたいと思います。おそらくこの小説のね、解説を見ている方はですね、まあ、評論のね、解説がね見終わって、ね、小説の解説をね見ているという方も多いんじゃないかなと思います。でこれはですね、まあセンター試験の特に国語、評論文、小説に共通してくるね、特徴ではあるんですけれど、ちょっと頭に残しておいていただきたいのが、小説にしてもですね、評論文にしてもですね、話ですね、お話の展開に従って設問が作られてくる。まあね、論の展開に従って評論の中でもね、問題が作られてきたことをね、お話の展開に従って解いていくっていうのが一番簡単なんですね。で小説は当然話の筋ですね、展開に追って、ね、展開を追っていきながら設問がやはり作られていきます。まあ、どういうことかっていうと、まあ、話が進んでいくごとに当然登場人物の心情にね、とか置かれている状況が変化してきますよね。その変化とかそこでのね、心情の説明だとか、こういう形で設問が作られてくるわけですね。なので、まあ、評論にしても小説にしても共通していることは、まずはね、お話の展開を正確に追えるようにすることなんですね。話の展開を正確に追えるようにすればですね、おのずと問題のね、傾向とか、あ、こうやって解けばいいんだなっていうところが見えてくるわけですね。だからね、皆さんにはね、まずね、このお話の展開っていうのを追っていきながら、一緒に問題を解いていくっていうこと、まあ、これをね、しっかりと練習してもらいたいなと思います。解説にはね、お話の展開とかもね、詳しく書いてあったりしますからね、そこを参照していただければいいんじゃないかなと思います。はい、それではですね、この動画の中では、このお話の展開っていうふうなものがね、ある程度踏まえられていることを前提にした上でいいですか、それぞれの設問の特徴についてお話しできればと考えています。それではまず、問題2の問いの1番から考えていきたいと思います。はい、でこの、あうの、ね、本文中における意味として最も適当なものを次の各群の1号からそれぞれ選べという問題ですね。あが、ね、お目玉ですねからね、始まってくるわけですけれども、まあ、この問題、まずね、ちょっと皆さんね、ちょっとチェックつけていただきたいんですけど、こいつですね、わからない言葉は基本的にこれ、はい、その文脈の中でどうかっていうよりは、その言葉の辞書的な意味がそのまま問われてくる問題なんですね。ちょっとメモを取っていただければと思います。で、まあ、答え合わせからいきますと、答えに関してはこうなります。241ですね。まあね、お目玉っていうことなんだけど、まあこれ怒られるっていう意味ですよね。ですから、2番の、年上の人から叱られるって、怒られるっていうことを答えてください。
で、E、これね、しおれ込むですけどね、まあ、花がしおれるとかいう言葉をね、皆さん知ってるんじゃないかなというね、しょぼーんってちっちゃくなっていくんですよね。ですからここでは元気を失うという4番が正解ですね。矢継ぎ早にっていうのはね、どんどん先に続けてってことです。ですから次々と続けて素早くという1番が正解になります。なのでもうね、言葉の意味を知ってるか知らないかってことがね、とても重要になってきます。なのでね、わからない語彙は必ず辞書を引いて、それぞれね、覚えていくというような対策が望ましいわけですね。文脈の中で何か考えて解こうとすれば絶対ドツボにはまる問題が出てくるんですよ。だからわからないものはこれからね、まあテスト本番にね、備えて、分かんなかったらね、素直にね、その問題に関しては辞書で引いて、一つ一つ丁寧に言葉を覚えていくって作業を繰り返してください。はい、ここまで大丈夫かな。では次の、ページ行きましょう。問いの2番の問題を解説したいと思います。傍線部 A ですね。成績のますます上がった津山がやってきて、一人ベラベラ饒舌ね、喋って帰ったということですね。まあでここのところですけれど、傍線部 A は、ここかな、20行目のところかな、喋って帰る。ここの段落は、ね、18行目からのところですね。 A 子の帰るこちら、頃チラチラし始めていた雪があってから始まる部分があって、でここのところでいい、この段落の19行目に書いてありますね。いいですか。彼ねのはガタ落ちに下がってしまっていた。つまりまずこの託児ですね、託児の成績が下がったってことが大前提ですよね。ラインの19に、成績託児の成績がまず下がったわけです。ですから20行目ですね、しおれでその日家へ帰ってくるとですね、成績が上がっていた津山がやってきてですね、一人ベラベラとね、喋る饒舌にね、バーって喋ったわけです。で、まあ、託児の成績が下がったのに対して傍線部 A のところに津山は成績は上がったんですよね。こう言ってるんです。でその後の展開のところにまずこう書いてありますね、21行目彼の皮肉や意地悪さはから始まるところですが、部分ですが、いつもそこには温かさがあるということです。まあだから、まあ、お前これやばいよっていうのはね、優しくってお前本当ちゃんとした方がいいよっていうふうにね、アドバイスとして言ってるとかそういうことでしょうね。託児の成績の下がったことを心配しているわけですね、津山は。津山は心配しているけれど、託児は津のように勉強したいとも思わないでしょ。書いてあるわけです、後ろの展開のところはね。で今のところをまとめているものっていうのを考えてみましょう。傍線部2のところの問いは、託児の津山に対する心情ですから、まあ、自分はガタ落ちしたんだけど、だからといってね、そのね、心配してくれてることはありがたくは思っているけれども、託児はね、別にじゃ津山のように勉強してね、あの他の人、本文にはこう書いてありますけれど、津山のように他人のいるところではさも勉強しなさそうに気楽に見せかけて、人目がないという、ないともう常でも向こう鉢巻きで、必死に勉強したいなどとは少しも思わないって書いてますから、ああなるほどなと。だからまあ
他の人がいるところではさ全然勉強しないのに一人になった途端さずっと勉強して、少しでも成績上げたいっていうような津山のようには思えなかったって書いてあります。そこのところを踏まえて考えてみると、正解の選択肢は、はい、3番の選択肢であることが分かりますよね。津山には拓司と英子の仲をからかうような発言はなく、拓司の成績の低下を心配する温かい友情が感じられるが、他人の目の届かぬところで、場所で猛勉強をして上位を目指すという津山の姿勢に対して、そうも思わないなって言ってるわけですから、正解は3番というふうに考えてください。はい、じゃあここまで映しましたかね、皆さんね。